あきらくん、久しぶり。久しぶり。これで3人揃ったね。個別レッスンばっかりだったから嬉しいよ。まだ4日目ですよ。どう、練習？まあちょっとずつだけどね。前に進んでるのかなって。あ、そうだ、序盤のゴーインアップハーイって右手伸ばすとこ、いつもグルーヴ感って怒られるんだけど、意味わかる？ああ、僕は 0.02 秒止めろって言われてます。要は力むとこ、抜くとこにアクセントを置いて緩急をつけろってことだと理解してます。ああ、動きが流れないようにってこと？まあそんなとこです。